イドル A 文法第15項不定詞、星マークの内容を扱います。それでは行きましょう。アイドル A 文法、不定詞は to プラス動詞の原型で表します。動詞に to がつくことで文中で名詞、形容詞、副詞の役割をします。to の後ろに来る動詞は必ず原型で主語や時制に影響されません。to 不定詞の基本用法は、名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法、動作の目的、副詞的用法、感情の原因があります。名詞的用法の意味は何々することと表します。この用法は不定詞が名詞のように動詞の目的語や主語になります。動詞の目的語とは例えば I like サッカーという文でサッカーが like の目的語になります。このサッカーの代わりに不定詞を入れて文が成り立ちます。動詞の目的語の不定詞は、することを、することが、と訳すとうまくいきます。名詞的用法で使われる動詞をまとめました。形容詞的用法は何々する〇〇、何々すべき〇〇という意味になります。不定詞が名詞を修飾する用法で、不定詞は必ず修飾される名詞の後ろに置きます。サムシング例文を紹介します。何か何々するものと訳します。副詞的用法の意味は何々するために、何々しにという意味です。不定詞が前の動詞を修飾して動作の目的を表す用法です。原因を表す副詞的用法の意味は、何々して〇〇と表します。不定詞が感情を表す形容詞を修飾して、感情などの原因を表す用法不定詞は形容詞の後ろに置かれます。よく使われる形をまとめたので暗記しましょう。今日は不定詞を学習しました。次回は助動詞を学習します。例文暗記頑張りましょう。この動画が身になった人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。Thank you.